はい、ありがとう。整体の平野です。今回はですね、頭痛ということなんですけども、本当に今現代社会ね、頭痛の人が非常に多いと聞いているし、当院にもね、頭痛の方がたくさん、見えています。で、基本的には、薬で今ね、こう皆さんごまかしている段階で、今回ちょっと、奥様にね、説得されて、ようやく来られた男性なんですけども、やはり、ロキソニンをね、飲んでいたけども、それも効かなくなって、リリカでしたっけね、もっと強い薬をどんどんこう処方されて、で、飲むようになったということで、頭痛はもう本当にしょっちゅう悩まされているという話なんですけれども、ただ、そのご主人さんを見るとですね、すごい健康そうな、方で、とてもこう旗から見るとですね、そんなことで悩んでいるようには見えないふうに、見えなかったです。で、私の友達にもすごくこういい、ね、こう体格をして、ものすごくその仕事もバリバリこなして、元気な感じな子なんだけども、やはりよく聞くと、ひどい頭痛に、ね、悩まされて、薬を飲んだりとか、ね、することがあるというふうにことで、びっくりした記憶があるんですけども、それほど、今男性の方にもですね、ひどい頭痛の人が、ね、非常に多いということを、痛感させられました。そして、この今のね、その奥様は、実際その頭痛がね、うちに来て、すごく亡くなったということで、旦那さんをね、説得して、やっとく今日、来られたんですけども、この先ね、どうなっていくかわからないんだけども、若いうちは、まだね、それで耐えられるというか、体をね、こう維持することができるんだけども、年を食った時ね、そのツケが来ないように、今のうちにね、この男性30ぐらいですかね、ちょっと、若いうちに、そこを何か変える、手段を、講じるといいかなっていうふうに思って、ちょっと動画にね、を流して、動画を撮ってみたいなと思いました。ぜひ、またその、途中経過、が、お話できたらいいかなと思います。すいません、ちょっとグダグダになってしまいました。頭痛ね、私はほとんど頭痛 ないんだけども、本当に苦しんでる人は大変だというふうにね、さっきの方も言われてたんで、ぜひね、23年間の頭痛が変わったっていうね、この前お客様の声もねこう、やったんですけども、頭痛に関しては非常に、変わったという声をたくさん、聞きます。ぜひよろしくお願いいたします。